ラリーグ地区シリーズ第3戦、パドレス、ドジャース、8日、サンディエゴ、ドジャース・ベッツが初回に先制ソロを放った。大谷が空振り三振に倒れた後、キングから左越えの打球。左翼手、プロファーの差し出したグラブに当たって、スタンドインした。ベッツは一塁を回ったところでキャッチされたと勘違いしてベンチへ戻りかけたが、本塁だと確認してダイヤモンドを一周した。 ベッツにとってはポストシーズン30打席ぶりの安打が貴重な一発となった。左翼シュプロファーは第2戦でフェンスを越えていた打球をキャッチ。再び本塁打キャッチかと思われたが、わずかに届かずパグンファンは静まり返った。